今年も鹿児島県の徳之島で自主トレを行う近藤健介選手。練習は独特なメニューです。最初のトレーニングはピラティスを取り入れたウォーミングアップ。準備を大切にする近藤選手らしく、1時間以上かけて念入りに体を動かします。その後はサングラスをかけて一風変わったトレーニング。動体視力を鍛えるための特殊なサングラスで、去年数々のタイトルを獲得する支えとなった目を鍛えます。屋外に移るとまずは走り込み。基礎的なトレーニングも欠かさず自らを追い込みます。やばい、梅さん、なんすかこのメニュー。うわぁ、マジやばい。バッティングでは新たな取り組みも。今回新たにアドバイザーを招いた近藤選手、指導を受けてさらなる技術の向上を目指します。SNS で打撃理論を展開しているアドバイザーを招き、バットの出し方などを確認。ここに来ると始まるなっていう思いで、ここからまた1年いいスタート切れるようにとトレーニングしてます。いい感じの筋肉痛もありつつ、体をいじめながら1年、また143試合でいくと目標に、そこが一番だと思ってるんで、その体力をしっかりとまたつけていきたいなと思ってできているかなと思います。最高出塁率を含むタイトル3冠に輝いてもなお貪欲に成長を求める近藤選手が今年もホークス打線を引っ張ります。